皆さんこんにちは。ウェルビーイング株式会社代表取締役の池上です。今回のテーマはトレーニング刺激に対して適用するとはどういうことかっていうことを説明させていただきたいというふうに思います。まあ何事もですね、最終的な目的っていうところを意識して、その上で方法論を考えていく必要があると思うんですが、まあそういう意味で言ったらですね、トレーニングに関して言ったら、具体的にどういう練習をやるのかっていうのは、まあ言ってみれば方法論の部分ですね。で、この方法論に関しては、いろんなやり方があるし、別にどれが絶対的に正しいっていうことはありません。で、これは私いつも言うことなんですが、言ってみたら工具みたいなもんなんですよ。その工具箱を開けたらネジも入ってるし金槌も入ってるしドライバーも入ってるしペンチも入ってるしノコギリもあるしいろんな工具がありますよね。でその工具の中でどれが一番いい工具ですかって言われたって困るじゃないですか。だからその釘を打つんだったらトンカチがいるし釘抜くんだったら釘抜きがいるし木切るんだったらノコギリがいるし、だその必要に応じていろんな工具が必要になってくる中でじゃあどの工具がベストですかって言われたってそれは答えられないですよね。で、結局はだから最終的な目的っていうのが何であって、その最終的な目的を達成するためにいろんな工具がありますよっていう、そういうことなんですよ。で、その目的もある程度何段階かあって、例えば木を切るという目的があったらノコギリを使うのがベスト、釘を積んだったら金槌を使うのがベストっていう話になってきますけど、まあそもそも、じゃあ何のために木を切るのかとか、何のために釘を打つのかっていう最終的な目的っていうのもありますよね。で、その最終的な目的っていうのを考えていったときに、例えば、日本人は、木をうまいこと組み合わせて、こう、接続させるっていう技術に長けてますから、伝統的に言ったら。まあ、そしたら、釘がいらなかったりするんですよね。じゃあ、そしたら、最終的なゴールから逆算していったら、釘を使うというやり方もあるけど、釘を使わないという方法もあるよね、みたいな感じで、まあ、いろんな方法があるわけですよ。で、トレーニングもそれと全く同じです。で、じゃあトレーニングにおいて最終的にはどこが目的になるのかっていうことなんですが、トレーニングの最終的な目的っていうのは、自分が目標とするレースにおいて自分が出場とする距離を自分が目標とするレースペースで走り切ることです。これが基本的な目標になります。まあ、これがプロの選手とか実業団の選手とかだったら、例えば優勝することが目的になるとか、まあ3番以内に入ることが目的とか、まあそういうことになってくるとですね、まあある程度は他の選手との、兼ね合いといいますか、ある程度相対性っていうのは入ってくるんですが、まあ基本的にはやっぱり絶対性の方に重きを置くべきなんですね。ある大会で優勝したら、大体どのぐらいの総力が必要かっていうのは分かってるわけですから、まあそういうふうに考えたらですね、順位を考えるっていうことになると、ある程度相手のことも考えなければいけないんだけれど、基本的には自分のことを考えるっていうのが9割から9割5分ぐらいです。まあ陸上競技っていうのはそういうスポーツなんですね。だからそういう意味では野球とかとは全然違うんじゃないかなっていうふうに思います。まあ野球の場合はね、いくら自分がね、例えばスイングスピードが速いとか、速い球を投げられるとかって言ったって、所詮は相手がある話なので、まあ相手に勝たなきゃいけないじゃないですか。そういう意味で相手を研究するってことは重要だと思うんですが、陸上競技の場合はもう9割5分ぐらいはもう自分のことを考えてればいいという、そういうスポーツなんですね。で、そうやって考えたときに、じゃあそのゴールから逆算していったときに、だからトレーニングの目的っていうのは、自分が目標とするレースにおいて出場する、レースの距離を目標とするレースペースで走るためのトレーニング刺激をかける。で、それに対して適用していく。この二つが究極の目的になってきます。目的というか、まあ、やるべきことですね。で、じゃあそのためのトレーニング刺激ってどういうものですかって、それはもう本当に究極のテーマになってくるんで、とてもじゃないけど、この10分程度の動画では話せなくて、本気で喋ったら、例えばウェルビーイングオンラインスクールとかだったら、もうそれこそ10時間以上かけて、まあ、このテーマだけで喋っているんですね。で、まあ、これに関しては、もうここではそれ以上の説明はできません。自分が出場するレースにおいて、目標とする、出場する距離を目標とするレースペースで走り切れるためのトレーニング刺激を体にかけることが重要であると。ただまあ、細かいことは言いませんが、なんとなくその説明でイメージはできますよね。例えば1500を3分50秒切りたいっていうのを言うための練習と、マラソンで2時間10分切るためのトレーニングと、これはもう全然別物ですよね。共通する部分もたくさんあるけれど、
ただ最終的なゴールが違う以上はやっぱり優先順位とかは変わってきますよね。これは分かっていただきますよね。だからそこから逆算していかなきゃいけないってことですね。だからただ単に体を鍛えてる、ただ単にストイックに体をいじめてるわけではないということがまず挙げられます。で、次、それに対して、じゃあ体が適応するとはどういうことかっていうことなんですが、まあ、この関係性を意外と理解していない方が多くて、トレーニングっていうのは、ある意味では体を壊す、まあ、壊すっていう言い方は良くないですね。こう、体に、まあ、刺激をかけるとしか言わないですね。体にある刺激をかけて、言ってみれば学習させる行為なんですね。で、ある刺激を体にかけます。で、細胞レベルで、あ、ちょっとこのままではきついぞと、このままではきついからもうちょっとなんか楽にできるようにしとこうぜっていうことで体に学習させて、まあ、体に性の反応を引き起こす、性の、まあ、リアクションですね、リアクション反応を引き起こすのがトレーニングの目的です。で、この、まあ、反応って例えばどういうものなのかっていうと、ものすごくわかりやすい例で言ったら、筋トレとかしてて、ベンチプレスやったら、だんだん持ち上げられる重さっていうのが上がっていくじゃないですか。言うたらそれがトレーニング刺激に対して体が適応したという状態なんですね。で、そのトレーニングの刺激と適応の話をすると、だいたい皆さんね、勉強されている方ほど、超回復理論っていうものを頭に思い浮かべられると思います。で、実際超回復なんですよ。実際これ超回復なんですが、皆さんがだいたい習う教科書的な超回復モデルっていうのは、一回負荷をかけて、その後48時間から72時間休息を取ることによって、超回復が起こるっていうあのモデルですよね。でもあれは、所詮は一つの研究というか一つの実験でしかないんですよ。だそういう風な実験をした時にこういった生理学的な適用が見られましたっていう、所詮は一つの実験でしかないんですね。だからそれが全てであるわけではなくて、そういう実験において超回復という現象が確認されましたっていう、所詮はそれだけのことなんですよ。だからそれがなんかものすごく絶対的な真理であるかのように勘違いされていることが多くて、だってその理屈で言ったら2日に1回か3日に1回練習しとけば早くなるってことになるじゃないですか。でも長距離走マラソンでそれはありえないんですね。2日に1回とか3日に1回の練習でチャンピオンになる人なんていないし、まあ、もって言ったら短距離選手とかだって2日に1回とか3日に1回の練習でチャンピオンになる人って聞いたことないです。だからまあ実際にはその超回復のモデルっていうのはそう厳密、そう単純には当てはまらないんですね。ただ全体で見たら、全体というかその抽象的に見たらもちろんそれは真理であって、体に対してある刺激をかけます。で、そのある程度体を回復させることによってトレーニング刺激に対して体を適応していくんですね。だからトレーニングって皆さんそうだと思いますけど、絶対強弱組み合わせてるじゃないですか。これは別に毎日練習するのが嫌だから強弱つけるわけじゃなくて、必要だから強弱をつけるんですよ。で、その強弱をつけていくときに、その強弱のつけ方っていうのが適切であれば体がトレーニング刺激に対して適応を起こすし、その強弱のつけ方が適切じゃなければ体がトレーニング刺激に対して不適応を起こしてしまうんですね。いわゆるオーバートレーニングとかハイパートレーニングと呼ばれる現象ですけれど、で、その、じゃあ見極め方どうしたらいいんですかっていうことを、まあこの前ある方からご質問いただいたんですね。つまりそのトレーニング刺激に対して体が適応しているっていうのはどういう状況なんですかっていう話なんですが、これはものすごく単純で、二つの観点から確認することができます。一つは、同じペースで走っている、同じ距離を同じペースで走っているにもかかわらず、前回、あるいは以前よりも楽にその練習をこなすことができる。これが1点目の観点です。もう一回言いますよ。同じ距離を同じペースで走っているにもかかわらず、以前よりも楽にこなすことができる。これは1つ目の観点です。2つ目の観点は、同じ感覚で走っているにもかかわらず、以前よりも速いペースで走ることができる。これが2つ目の観点です。このどちらか1つ、もしくは両方が起きていれば、トレーニング刺激に対して体が適応しているということができます。で、長距離走マラソンの場合は、今日やって明日速くなるってことは基本的にはありえません。だから今日やって、まあ、例えば今日 1000m10 本やって、明日も 1000m10 本やって、その違いを確認するっていうのはナンセンスなんですね。ただ数週間とか、まあ、少なくても1ヶ月2ヶ月とそういうスパンで見ていったら、やっぱり徐々に体はトレーニング刺激に対して適応していかないのであれば、何か問題が起きているというふうに考えるのが、まあ、筋なんですね。だからまあこのもう一回最後にまとめておきますが、トレーニング刺激とそれに対する適応っていうものを考えることが、トレーニングでは一番根本的な目的というかテーマになってきています。よく言われるんですが、別に長距離ランナーってマゾヒストではないんですよね。別に
何も考えずに体をいじめ抜いてるっていう、そういう人間ではなくて、まあ、お仕事と一緒ですよね。仕事だってある目標があって、そこから逆算して、そのための方法っていうのを考えていくじゃないですか。それと同じで、トレーニングも、ある目標とか、まあ、あるゴールとか、ある夢を設定して、そこから逆算して、その方法論を考えていくっていうのが、トレーニングの基本的な考え方です。まあ、これね、仕事とかだったら当たり前の話なんですけど、なぜか、長距離走マラソンにおいては、なんか自分の体をいじめ抜いてるマゾフィストみたいに思われがちなので、まあ、ここ、はっきりさせておくと、あなたの練習も変わっていきますよっていう話です。というわけで、今回の内容は以上です。また次の動画でお会いしましょう。